トマス・ハドソンによる肖像画初代、ウェントワース子爵、エドワード・ノエルは、イギリスの貴族。第5代順断赦、サークロベリー・ノエルとエリザベス・ローニーの息子として、1715年8月30日に、生まれ、9月11日に、カークビー・マロリーで洗礼を受けた。1733年7月30日に、父が死去すると、順断爵位を継承した。 1733年7月23日に、オックスフォード大学ニューカレッジに入学。1736年7月19日に、MA の学位を、1744年8月23日に、DCL の学位を習得した。1745年7月18日に、ソフジョンの母マーガレットの兄弟ジョンの娘にあたる第8代、ウェントワース女男爵。 マーサ・ジョンソンが死去すると、ウェントワース男爵の爵位を継承した。1762年5月5日には、グレートブリテン貴族である、レスター・シャーにおけるウェルズバラのウェントワース死爵に除された。1774年10月31日に、カークビー・マロリーで死去、11月8日に、同地で埋葬された。息子トマスが爵位を継承した。 1744年7月20日、ジュディスラムと結婚、一難三女を設けた。ありがとうございます。